南レーテ州南レーテ州はフィリピン中部東ビサヤ地方に属している州である。州とはマーシン。面積は1734.8平方キロメートル。人口は42万1750人。レーテ島の南部の4分の1を占める。北は同じレーテ島のレーテ州。南はスリガオ海峡を挟んでミンダーノ島、カラガ地方のスリガオデルノルテ州。 西は、カニガ川海峡を挟んで、中部ビサヤ地方の母法ル州と隣接している。州の南には二つの離島がある。東側のパナオン島は、南北30キロメートルの長さの島で、港町リロアンをはじめ四つの町がある。州の西南にある離島リマサワ島は、人口5100人余りのリマサワ町一つがある、小さな島で、1521年に、 高領諸島を求め公開中だったフェルディナンド・マゼラン一行によってフィリピンで最初のミサが行われた場所と考えられている。かつてはレーテ州の一部だったが州都タクロワンから島全体を管轄することが難しかったため州を二つに分ける提案がなされた。フィリピン国会で1959年に南レーテ州の創設を決める法案が通過し、 1960年に州が発足した。2006年2月の土砂災害現場、一つの集落が飲み込まれた、レーテ島は台風が多く、南レーテ州では大雨と乱発などにより土砂災害も起きている。2003年12月にはサンフランシスコ町で地滑りが起き、町の中心が破壊され200人が死亡した。 2006年2月17日には10日間降り続いた大雨と折からの地震によって東部のセントバーナード町で地滑りが起き銀サウゴンの集落や学校などを押し潰し50人が死亡950人以上が行方不明となった貧弱な道路と重機の不足で救助隊の活動は困難を極めた州の自治体は18の町と1つの市からなる州民の母語は ビサヤ諸島を一帯で広く使われるセブアノ語である。ビサヤ諸島東部の言葉はい語、および英語とタガログ語も広く通用する。南レーテ州は、フィリピン国内の島々を結ぶ、海上交通網の重要な結節点である。島南部のリロアンにあるフェリー港からは海を挟んだ、みんなな音を着たリガオ州のスリガオへ出る人や物資が、行き来する。ありがとうございます。